レスキューラビット早速悪用リュウです。さあ本日なんですけれども、レスキューラビットをね使ってね、悪いことしようかなと、思っておりまして、今日は何をするかっていうと、先行お邪魔ロックをね復活させていきたいと思っております。どういうことかと言いますと、レスキューラビットってデッキから通常モンスター同盟のやつをね2体出してくれるんですよ。だからお邪魔ブラックとかも出せるんですね。でですね、私は考えました。ナイトは出せると、融合すれば一応2体出してくれるんで、1枚と、融合とレスキューラビットでナイトは出せると。じゃあどうしたらいいものか、どうしたら、3箇所押されることができるか。ネクロフュージョンがあるんですよね、リンクスは。今回3枚コンボパーツで、先行お邪魔ロックを決めていきたいと思います。レスキューお邪魔するんですけど、基本的にはレスキューラビット召喚除外してブラック出してくると。でブラック2体で融合するね。でナイト出すと。で伏せるネクロフュージョンを。でエンドする。で相手のドローフェーズにネクロフュージョンを打って2体目のナイトを出すと、モンスターゾーンを3箇所埋めることができます。来ました、神ゲーです。で相手の伏せカードを新全封か演武極光か、まあ、サイコショッカーで、封じて、ぶん殴ると、まあ、そういうですね。まあ、ちょっとサイコショッカーはね召喚剣使っちゃうんで、まあ、基本的にはこっちの方がいいんですけども、もしコズミックサイクロンでお邪魔たちの故郷を割られると、こっち打点が1ミリもなくなるんで、なんかマシンオービートみたいな感じになっちゃうんで、それちょっときついなと思って、サイコショッカーを1枚だけ積んでいるっていう、感じですね。はい、決まったらもうほぼ勝ちまである。成功率、まあ、大体 2% ぐらいですかね。 2% ぐらいの、デッキをねやっていきたいと思います。どうやら理解してるんだ。そうだ、これがデュエルリンクスだ。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、丸藤翔くん、珍しいキャラクターですね。丸藤翔くんですか。神ゲーだった。これは神ハンドきた。神ハンや、神様仏様ありがとう。さあお邪魔メタボリックガイを出していく。でメタボリックガイ2体で融合召喚。ザコにはザコの使い道がある。現れろお邪魔ナイト。そしてお邪魔ナイトのモンスター効果、相手のフィールドを2箇所押さえさせていただくぜ。そしてカードを1枚セット、カードを1枚セット、ボタンをオンにしてターンを終了。さあドローフェーズを宣言した。ドローフェーズ来い。さあ来いドローフェーズ。ドローフェーズネクロフュージョン発動。俺は墓地に存在するメタボリック界2体の魂を除外し、現れろお邪魔ナイト。そしてお邪魔ナイトのモンスター効果、相手のモンスターゾーンを1箇所押さえていく。これが最強デッキ、先行お邪魔ロック、完璧だ。そして伏せカード2枚は新全封で押さえるぜ。俺は神ゲーだ。あまりにも神ゲー。さあサレンダー来るぞ、サレンダー来るぞ、サレンダー来たー。これがデュエルリンクさん。さあお相手の方、闇遊戯選手、よろしくお願いします。デュエル3倍。いやーちょっと、まあ一応ちょっとなんか可能性あるし、やるか、まあ、ウサギ来るか、ブラック来るか、まあ、その辺でなんかなんとかなるんで、一回やってみるけど、すぐ即サレンダー必要な気配はあるので、クーゼ、あサレンダーしそう、すごくサレンダーしそう。さあサレンダー何連発来るかな。おー大丈夫だった、大丈夫だった。あこれじゃあ新全風強い、まず一発新全風打って、お前のこれなんか清掃とかコズミックとかどっち系だろ、わかんねえけど、まあ、とりあえず伏せたのが間違ったな。さあどれだかこれなんか引いてください。あーでもあーお茶まぶらく、まあまあまあ悪くないっすね、悪くないっすね、悪くないっすね、悪くないっすね。融合ですね、融合を持ってきて、ただこれ殴っちゃダメだな、殴るとディフィミドロ入っちゃうから、これ殴んない問題ですね。攻撃表示にして、で自爆特攻していくんだったら、っていうかさ俺あ気づいたわ、これさ俺さ思ったんだけどさ、モンスターゾーン2箇所押さえたらさ、これ何もできないんじゃね、ドラグニティって。あでもコズミックサイクロンから1回突破するっていう手段があるか、
コズミックサイクロンでお邪魔カントリー、除外してあの一発ぶ、ぶち殺されるっていうパターンあるか、そのお邪魔ナイトが、それだけやめて、ちょあのフラグ立てないで俺俺すぐフラグ立てるんですよね。一級フラグ建築士の資格と一級フラグ回収士の資格持ってるんで、セット、あ、つえ、それは最強だ、それは最強じゃね、あ、さ、最強じゃねこれ。で、まず、とりあえず玉光でお前のセット押さえて、これ全部セット押さえた、よし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 で、ネクロキュートンからのでバトルフェイス入ってきた、ディスティニードローしていいよ、ディスティニードローどうぞ、ご自由にどうぞこれも空で装備できねえぞ相手くさー、さあお相手の方つくもリューマ&アストラリュー、よろしくお願いします。デュエル3倍、はい、神ゲーオッケ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 ー、よし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 よくやったよくやった、お前ら雑魚には雑魚の使い道がある、あらあらろ、お邪魔クロス、お邪魔ナイト、さあここでお邪魔ナイト、手札から使っても意味ないもんね、破壊されるから、こうしてうえはい、でカードを、あ、とりあえず押さえる、えい、これなんでしょうね、ガガガデッキとかあったらワンチャンあのモンスター出せずに終わりますよ、ガガガカード使えませんからね一切。さあドローフェイズ、ネクロフュージョンの効果、あ、なんかあるね、コズミックはあるかな、まあいいや、コズミックは最悪、コズミックはもういいわ、もうあの甘んじて受け入れるわ。さあラララロ、お邪魔クロス、さあなんか速攻魔法があるけど、まあとりあえず攻撃表示だね、モンスターを抑えればコズミックサイクロンされても何ら問題はない。さあ、あー、やめろー、バカチン、おい、ふざけんなよ、お前ふざけんなよ、なんでだよ、どうしてだよ、どうしてだよ藤原達也になっちまったじゃねえかよ、ふざけんなよ、なんでよ、クモツキマイはせこいだろ、ふざけんなよ、ペンドラゴン、ガンギバリすぎだろこいつ、どうしてだよ、なんでこんなことある、こんな悲しいことある、怪盗2枚引かれて手札ガンギバってるんですけど、相手こんなことあります、いや、やっていいことと悪いことあるもん、やっぱ、いやー、でもこれな、完璧やったんだけどな、ハンド完璧やと思ってたら、ちょっとなんか相手の方がハンド完璧やったわ、対戦ありがとうございました。